群馬県の皆さん、こんにちは。私は茨城県にある栗田病院で広報を担当しております杉山と申します。私たち栗田病院は認知症治療専門の病棟、デイケア、デイサービスを運営しております。認知症の治療は患者様はもちろん、そのご家族様の心のケアも大事とされています。栗田病院は患者様、ご家族様が安心して生活できるよう、そのサポートに力を入れております。認知症の治療に興味をお持ちの方、ぜひ栗田病院でその力を発揮し、より良い認知症治療を目指しましょう。病院見学会も随時実施しております。まずはホームページをご覧ください。最後までお聞きくださりありがとうございました。